医者になって良かったことは何ですかという質問が来てますね。じゃあ僕から行きましょうかね。やっぱ医者になって良かったことは、まあ、まずは、まあ、人とのコミュニケーションが非常に多い仕事なので、もともと僕はコミュニケーションがとても好きなので、そういう意味で他の仕事よりも医者になって良かったなと思います。あとはやっぱり医者っていうだけでね、どうしても人からねある程度信頼を勝ち得ることができますし、あとはやっぱり人のね命とか、あとは人生とかに関わることができるという意味で医者になって良かったなと思います。ちなみに山本プロ講師は医者になって良かったなってことありますか？そうね、結構いっぱいあるんですけど、まあ、一番思うのはこう自分の能力で誰かを変えることができるっていうのは結構やりがいとして多く目に見えて結果が残るので、まあ、非常に生活の支えになります。千葉先生はどうですか？はい、そうですね、僕が一番今思っているのはやっぱりありがとうって言われる仕事なんだなっていうのを今一番実感していて、すごい不安そうな顔で来られた患者様も帰る時には結構不安が解消されて、ありがとうと言って帰って行っていただけるっていうのが今一番医者になってよかったなと思うことですね。うん、